5月3日グランドソウルカフェガンズにやってくるまるでリハーブ。I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days, 'cause there is nothing, there's nothing you can teach me.From Mr. Hathaway. Didn't get a lot in a class, but I know we don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you would know, no, no.I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab, but I won't go, go, go. The man said, why you think you're here? I said, I got no idea.君の部屋ライブハウスにするミュージックビンゴ。この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。こんばんは。こんばんは。はい、また最近2人になることが多いんですけど、ですね、今日も2人で進めております。はい、 KJ ボーンさんもお忙しいようで、ねえ、ね、お子様もいらっしゃるから余計と忙しいんじゃないですか、ね、はい、まあ、いろいろとお子様もあの音楽活動が盛んだったりとかしますからね、うんうん、まあ、そんな感じで番組も進めていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、ファックスをどんどんいただいてもですね、はい、もう全然構いませんからもうどんどんいただきたいなと今チャンスというよりはもう多分ですね来ません。右左さんから多分こういう名称出しましたけど、多分来ないと思うのでですね、欲してる時にはなしで、なしで、はい、豊富な時にはありで、別に来なくていいですよ。できればですね、はい、丹月大好きさん、はいはいはい、がからちょっとたまにはいただきたいなと、日々ね、いただきたいなと、思っておりますけれどもね、はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、春になりまして、まあ、桜もですね、はい、まあ、まあ毎週毎週雨続きで、大変ではありますけれども、はい、ねえ、お花見どうでした？お花見、はい、よかったですよ。お花見よかったです。寒かったです。でも、まあ、ちょっと肌寒いぐらい、寒いぐらいで、うん、でなんかよくわからないカラオケじゃんじゃんやったりとかして、はい、何ライブしてるじゃんって言ったら、勝手に持ち込んだんですみたいな感じ。カラオケを、カラオケを、野外でカラオケするときには電源の確保が大事ですから、ね、軽トラでちゃんと持ってきておりました。素晴らしいじゃないですか、はい、それは素晴らしいです。良い周到です。はい、はい、まあ、そんな感じでですね、もうお花もまだちょっと残ってるかなっていうところはありますけれども、桜とっては残ってますね、尾道の。ああ、なるほどね。すごい綺麗ですよ。あ、うん、まあ、ちょっと寒の戻りじゃないですけども、少し寒くなったりとかしたので、はい、あれだったのかもしれませんけどもね、まあ、葉桜見るのもよしですけれどもね、うん、まあ、これからイベント目白押しの、季節になってくると思いますので、はい、まあ、ぜひともですね、私たちのライブにもお越しになっていただきたいと思いますけれどもね、はい、はい、それではライブ、番組を進めてまいりたいと思います。ライブパーソナリティバカンさんとジュンです。以上のメンバーでレディオビンゴスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは 084-920-8765 084-920-8765。 ミュージックビンゴスタートです。ミュージック
純のジャズコレクション。このコーナーは私シンガジュンがチョイスした懐かしい曲を歌っちゃうコーナーです。よろしくお願いいたします。お願いします、先週は南かな子さんをお届けしたんですが、うん、お師匠さんを今日はお届けしようと思います。小林幸子さん。あーもうもう大御所でございます。大御所中の大御所ですよ。はい、1953年生まれということで、うん、芸歴がもう50年以上ということで素晴らしいです。はい、1963年、歌真似読本と呼ぶんですかね、これね、はい、こちらで美空ひばりさんのモノマネをされて、うん、第二の美空ひばりじゃないかという声があちらこちらから来ている中、うん、審査員の中の小賀正夫先生に見出されまして、翌年嘘つきかもめでデビュー、はい、10歳です。お10歳でなんと20万枚売りました。すごいですね。はい、その後はちょっと低迷した時期もあったんですが、雪椿ですとか思い出酒、うん、皆さんよくご存知の曲で、メディアに出ていらしたんですけども、うん、もうよく目に映ってるとなれば紅白歌合戦ではないかなと、はい、うん、あの巨大な衣装ですね。はい、もう毎年どうなるんだっていう話です。そうなんです、うん、あれを、紅白で使うじゃないですか、はい、でご自身のそのショーの時にも使われるっていう話を聞いたことがあるんですよね、うん、ですごい大きいトラック10トントラックみたいなのが 2,3、うん、台連なって走ってるのは見たことがあります、はい、小林幸子さんの顔が映ってる。大変じゃないですか。大変です、はい、それ専用の倉庫があったりという話なんですけども、そんな小林幸子さん95枚シングル出されております。それもアルバムもう70枚超えております。これもすごいですね。もう芸歴が物語るというところではないでしょうか、うん、今日お届けするのは小林幸子さんらしくない曲、はい、演歌ではございません、うん、いそしぎという曲なんですが、はい、菅さんの頭の中は違ういそしぎが。そうですね、まあ、ボサノバでよく演奏されたりとかしますが、 The Shadow of Your、はい、Face でしたっけ、スマイルでしたっけ、うん、あちらの方が頭に浮かぶんじゃないかと思うんですが、今日お届けする小林幸子さんのいそしぎは2003年に発売されました、はい、で吉岡宗先生の作詞、源哲也先生の作曲ということで、大人の女性の愛が破れた時を書かれております、うん、はい、はい、泣かせて少しだけ、うん、あとは お酒に任せます、うん、なんと大人なんでしょうかという歌詞の内容なんですけども、うん、今日は少ししっとりとお届けしたいと思います。小林幸子さんのいそしぎ。泣かせて少しだけ、あとお酒に任せます。悲しい笑いに私慣れてる、都会のいそしぎ、あばっかりですね、抱かれりゃ愛だとすぐ信じ、ああバカですね、別れりゃピーピーすな、いてそれでも空を飛びたがる、悲しい嘘
都会の忙しい あバカですね抱かれりゃ女が寒寒とバカですね生きてることさえ忘れそう あなたの空を恋しがる愛しい愛しい バカですね抱かれりゃ愛だとすぐ信じ バカですね別れりゃピーピーすぐ泣いてそれでも空を飛びたがる悲しい KJ ボーンが注目の CD を深く掘り下げるコーナーですよろしくお願いしますお願いします4月の1枚は A 六助さん作詞の昭和の名曲をさだまさしさんがカバーした、永遠長き絵にしをお届けしていますもうこの昭和の名曲中村八大さん作曲 A 六助さん、作詞のこの六八コンビというのがもう非常に、大ヒット曲ばかりなんですけどもこのアルバムも全15曲の中でどうやってこの1ヶ月4曲に絞ろうかと思って本当に僕は頭を悩ませて絞って、今日持ってきたのはですね、菅原洋一さんが歌って大ヒットしました芽生えてそしてという曲、これもともとは、1963年に越路吹雪さんのために作られた歌なんだそうですけどもその後、2年後、菅原一郎一さんが歌われたことで、再ブレイクしまして、大ヒット曲となったそうです僕菅原洋一さんが歌われてる姿っていうのはなんとなくテレビで見たことがあったんですが、この芽生えてそして非常に大人向けの歌詞でですね改めてこう歌詞を聞いてみてすごいこう心に染みてくる歌だなと思って、今日おかけしたいと思いますそれでは、お聞きください、永遠長き絵にしよりさだまさしさんで芽生えてそして
育てる月日、やがては私を抱きしめる愛、その愛が私が育てた愛が、今は私を苦しめ悲しめるの、あなたのまつげが震えて閉じて涙の雫伝って落ちて、それが終わりのあなたへの愛。清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子のミニミニコーナーがやってまいりました。ミュージックビンゴお聞きの皆さん、こんにゃんにゃちは、今日はですね、春の音楽祭り、延々と続いておりますけども、まだまだ春音楽祭りなんで、今日はちょっと早いですが、もうワクワク情報を発信したいと思います。5月20日バラ祭りの第1日目でございますね。ローズコンサートということになっておりますので、こちらの方をご紹介したいと思います。題して吉田山田大宴歌。ガンちゃんが舞台の方をプロデュースするね、はい、あのステージでございますけど、はい、第50回福山バラ祭りでございまして、はい、吉田山田大宴会、うん、吉田山田なんかお笑いの人かなと思ったら違う素敵なアーティストじゃないですか、うん、ねえ、吉田優衣さんと、山田義孝さんの2人組のアーティストですよね。これ本当にいいアーティストを選んでいただきましたね、うんうん、はい、ローズコンサートの吉田山田なんでございますけど、まずは曲を聴いていただきましょうか。最初にご紹介する曲は吉田山田で未来 Today Tonight。自分を出した途端に突き放すのはなぜ、微熱混じりのレコーに本当の夢が詰まってる、細い指でスニーカーの紐を固く結び直す、もう一歩前に進めたのなら未来はきっと変わる。最初
お笑いさんかと思って、僕もそういう風なイメージです。吉田山田、はい、あれお笑いなんか、うん、ところがこれ資料の音源聞いたらめちゃくちゃ素敵なグループやな、はい、まあ、若いよね。そうですね、若いんだけども、うん、このおいちゃんたちにも響くねこの二人はね、今年の第50回福山バラ祭り2017のローズコンサートは1日目、5月20日の土曜日、これは午後4時からですね、はい、午後4時から、はい、緑町公園のバラのステージで、約1時間なんですけども、この福山の今回のスペシャルコラボもあるみたいですな、ね、そうなんですよ、ちょっと、情報が入ってきたんでございますけども、はい、明けの小学校の皆さんと、うん、なんと吉田山田の2人がスペシャルコラボ、うん、ステージコーナーもあるあります予定という、はい、これめちゃくちゃ楽しい、スペシャルですよね、今まで過去にローズコンサートで共演はありませんね、はい、これ本当に楽しみです、うん、もう本当に皆さんも楽しみにしていただいていただきたいと思います。ローズコンサートの出演吉田山田なんですが、この曲も聴いていただきましょう。2013年から14年初頭にかけて NHK のみんなの歌で紹介されたんで覚えていらっしゃる方もいると思います。聴いてください。日々祭り近づいてまいりましたな、はい、バラ祭り祭りをそろそろするシーズンになってまいりました、なってきました、はい、来週は4月の一番最後の週27日ということなんでございますけれども、佐藤清兵衛の鎮守の、ま、森のお祭り林楽しみに、ミニミニコーナーしていただきたいと思います。ミュージックビンゴ今夜もまだまだ続いております。このコーナーは君の部屋をライブハウスにするアマチュアバンドライブのコーナーです。本日はですね、4月の9日に行われましたアコギマラソンライブ第15走目と、おめでとうございます。素晴らしいことになっておりますけれども、はい、今回もですね、はい、あの8組ご出演なさる、はい、すごいねガンさん、はい、ちょっとこれ締め切り早くしないとですね、はい、10組とかになったらもう4時ぐらいからアコギマラソンライブ本当のマラソン、まあ、先日ですね、うん、来られたあの演奏者の方がですね、はい、ゴールはいつなんですかって言われておりましたけど、ね、ゴールありません、人生のマラソンと一緒ですからね、まあ、毎月定例のまあ小さい同窓会みたいな感じだったんですけどね。まずトップバッターですね、アコギ番長茅本慎吾さん、4月の29日、グランドソウルカフェガンズにおきましてですね、今野清志郎さんトリビュートライブというのを企画しておりますけどもね、はい、まあ、現在4組5組ぐらいの出演者が決定という形になっております、
天才、アコギ番長貝本慎吾さんからですね、はい、出演者来場者皆様にですね、うん、ワンドリンクがサービスになると。素晴らしいです。私もちょっと目論んでも参加しようかな、うん、ぜひぜひもう100人来ていただきたいですね。出演者もお客様も100名と、ね、友達100人できるかな、非常に楽しいんじゃないかと思いますけどね、はい、そんな、アコギ番長貝本慎吾さんでお届けいたしましょう。青空2組目は、ひろじさんなんですけれども、はい、奈良からの単身赴任5年が過ぎました、うんうん、楽しい音楽ができる環境の福山に満足しています、はい、ですけれどもなんかあの最近そのお勤めになられてるところの社長さんがですね大きい電機メーカーなんですけれども、うん、台湾の方に代わられまして、はい、なんか家族と過ごした方がいいでしょうという方針を打ち出してるらしくて、でもなかなかそうならないのが日本だったりとかするんですけど、うん、そうですね、まあ、単身赴任はやめさせてっていうような方向性のことを打ち出されたらしくて、社内で、アンケートがあったらしいです、はい、でひろじさんはまあ、ね、歌われる歌も I love you とか、ね、家族になろうよとか、うん、まあ、その、まあ、つながりを非常に大事にした歌詞をよく歌われているんですけれどもね、はい、できれば、まあ、奈良に帰りたい言っておられましたね。そうでしょうね、はい、やっぱり ね暖かい場所がいいですもんね。でも帰るとお給料が下がるっていう、ね、逆転現象が発生するそうです。はい、はい、それではお届けいたしましょう。ひろじさんで家族になろうよ。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないから、いつか父さんみたいに大きな背中で、いつか母さんみたいに静かな優しさで、どんなことを超えてゆける家族になろう。与える
はい、3組目はですね、まあ、この尾道の方なんですけれども、はい、純ちゃんとこの非常に近くに住まれている、はい、栗原町在住の方です、はい、力石聡さん、ご存知はないと思いますけれどもねまだ非常にお若い方ですからね尾道で主に活動しています、はい、初めてのアコギマラソンです、はい、楽しんでもらえるように頑張りますというね、オリジナルの曲が ほとんどなんですけれども、はい、ちょっと変わった笑いを誘うような、うん、曲作りを中心に、いいですね、はい、うん、されている中、はい、まあ、今回ですねお届けする曲はですね、はい、非常にシリアスに、思いを歌っている曲です。お届けいたしましょう、力石聡さんでふみ。この感覚を笑顔がふんわり見えていれば、それだけで僕の心はとろけていく。元気でいますか？お体置いといてください。僕は元気でいます。そんなことは置いといて、心がくすくす弾んでいる。そんな思いで僕は筆を進めていく。どんな表情で呼んでくれるかな、笑顔だったらいいな。僕の言葉君の心に届くかな、届け。はい、4組目は、同じ尾道つながり、はい、高原義弘さんです。存じ上げております。はい、はい、ということも一度あれですね、純ちゃんとこでもね、はい、ライブがあってもいいのかなと思いますけども。そうですね、濃いですからね。いえいえ、もうじゃんいらっしゃってください、はい、曲の密度が濃いですからね、はい、1曲あたりの分数もですね、うん、やっぱ思いが多いんでしょうね。ね、5分は超えます。伝えたいことが溢れすぎちゃって、はい、溢れすぎて、うん、もう大体6分半ぐらいの曲が多いんですけどもね、まあ、ただ非常に力作であったりとかっていう感じではありますが、はい、今回はですね、詩だけはですね他の方が書かれてメロディーをつけたという曲になっております。それではお届けいたしましょう、はい、高原義弘さんで3月最後の水曜日。ずっと前を
ましてや卒業って年じゃでもそう君が望むなら。はい、続きまして5組目は松井長老康文さん大好きです、はい、最近ですね、はい、Facebook デビューをしました。ああ、はい、やっと Facebook デビューです、はいはい、まだ扱い方がよく慣れてないんでイランメッセージがちょっと送られたりとかっていう時があるみたいですけれどもね、まあ、松井さんはですね150曲を超えるオリジナルソングを持たれてて、うんうん、ほとんど歌われる曲は、うん集中してるみたいですけれどもまあコレクションとしては150曲作詞作曲されている。すごい素晴らしい。先ほどの小林幸子さんも、はい、同じぐらいになるんじゃないですか。なりますね、ね、うん、に負けず劣らないというね。さすが長老です、はい、長老さんなんですけどもね、うん、はい、はい、それでは松井長老康文さんでお届けいたしましょう。 Keep on your smile。はい、そして6組目はテディになるんですけれども、はい、まあ肩に力のね肩の力が抜けた、うん、いい雰囲気でのライブだったんですけども、この日は4曲演奏していただきました。はい、はい、それではお届けいたしましょう。テディでエルビスバラード。泣き暮らす
そして7組目はですね、まあ、あのボルテージギターボーカルのラムさんなんですけども、この12月からずっとほぼレギュラーで出演されております、はい、非常にあのギターのソロなんかもじゃんじゃん入れながらですね、アコースティックギターで演奏しておりますけどもね、はい、あの非常にあのロックテイストあふれる、あのアコギマラソンライブで非常あの大体 MC でみんな元気かっていうことは言う方はあんまりおられないんですけども、はい、常にやっぱり皆さんに葉っぱをかけて元気を、あのロック、何ですか、バンド形態のロックと同じようなスタイル、ね、されておりますけれどもね、はい、はい、それではお届けいたしましょう。ラムさんでサンライズ。続きまして拓郎さんなんですけども、6月にもね、はい、あの熊本の震災チャリティーライブ企画されたりとか、うんうん、県外でも非常に、この4月5月はライブの本数が10本超えるんじゃないですか。すっごいですね。で、まあ、その熊本震災チャリティーライブの PR もしながらという形になっておりますけどね、うん、はい、はい、あ、そうそう、ライブの時には常にあの生で流してます、はい、あのネット上に
だからライブを生でご自宅で皆さんご覧になられます。すごいですね。すごいです。フェイスブックでお友達になられてもいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、僕もちょっと見ながらあの映像リアルタイムで見てたんですけれども、はい、ちょっとだけやっぱり遅れてますね。あのギターの弾いた感じで分かるんで、音は出すわけにいかないんで、映像見るとギター弾いた何秒後かにそこの感じを弾いてる感じなんで、まあ、リアルタイムって言ってもあの本当にあのドンピシャでオンタイムで流れてるわけではないんですけれども、何秒遅れかではありますけれども、ご自宅であの拓郎さんの拓郎サウンドが、満喫できるんじゃないかと思いますけど、ね、いいですね、うん、はい、それでは拓郎さんでお届けいたしましょう。魂、魂が体に降りてくる、魂が俺の体を揺さぶる、スタジオ生ライブのコーナーでした。マル with クリア誠アルバム I Can Handle It リリースツアー in グランドソウルカフェガンズ、5月3日ブランニューヘビーズワールドツアーコーラスを担当したマルとエヴァンゲリオンなどのプレイで活躍するキーボーディストクリア誠、ゲストにベーシストオサム光一を迎えてライブ。チケット菅波楽器プレイガイド。ライブインフォメーション and ファックス読む読むラブイエッ。5月3日グランドソウルカフェガンズにやってくるマルで枯葉。The fallen leaves drift by my window and the autumn leaves of red and gold. I see your lips and a summer kisses, the sunburned hand I used to since you went away, the day grows long. So when I hear old winter song, but I miss you most of all, my darling. When the autumn leaves start to fall. The fallen leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the
sunburned hand I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song.はい、ライブインフォメーションのコーナーやってまいりました。まずはじゃあ純ちゃん行きましょうか。はい、5月はちょっとおとなしいですね。で、5月お店のお客様と一緒に日帰り温泉旅行なんか行ってみようかなと思っております。いいじゃない。たまにはうちの店を抜け出してどこに行きますか。岡山の方ぐらいですよね、行けてもね。まあそうですね、日帰りで、まあ、バスをどうするのかにもよるとは思いますけど、それがですね、今時の温泉、はい、無料送迎バスがございます。何名様以上、あ、本当にパックプランがあるんですよ。おう、そのパックプランで行くと、はい、5000円で行けるというプランがあります。バス賃も込みで、バス賃込み、はい、お食事込み、うん、お風呂込み、おう、そして劇が見れてみたいな。劇も見れる。はい、それいいですね。いいでしょ、はい、でちょっと暗くならないうちに帰ってきて、うん、もうおのおの楽しんでいたら。なるほど、うん、いいじゃないですか。いいきますか、ガンさん。これはちょっとあのいろいろ大人の事情であの入れないあの、ええ、身体的に入れない感じになっておりますから了解しました、はい、びっくりされる方もいらっしゃる。お腹もさることながらですけど、ね、へこみましたよね。はい、だいぶへこんでおりますけれどもねっていう感じではあります。はい、はい、というなんで、まあ、カラオケ好きな方はぜひともご参加していただいて、はい、まあ、多ければ多いほど楽しいと思いますけど、はい、もう行く道中からお酒飲みながら、はい、感じね。なんかちょっと変装グッズも揃えていこうかな、うん、あ、いいですね。ぜひともビデオに映してまたみんなであの帰ってきたね、あだこだっていうのも楽しいと思いますね。ね、という純ちゃんの温泉ツアーの話ですね。はい、そうです、はい、そしてグランドソウルカフェガンズにおきましては4月の22日、はい、もう迫っておりますけれども TR ドンキー春のワンマンライブ、うん、こちらの方はもうほぼチケットソールドアウトです、はい、そして4月の23日日曜日はチョボさんライブということになっておりますけれども、はい、オープニングアクトにアッキー&モリモリと、はい、このチョボさん、ここもほぼソールドアウトです。うん、ちょっとお早めにな感じですね、はいはい、そして4月の29日は男気ボル3、清志郎トリビュートナイト、はい、茅本清志郎ナイトボル2と、うん、いう形になっておりますけれどもね、はい、こちらの方はあの参加者まだまだ募集中です、はい、まあ、3、4曲歌っていただく中の1曲清志郎さんのトリビュートであれば、うん、清志郎さん結構ですね越路吹雪さんの曲であったりとか、うん、いろんな方々のあのモンキースのデイドリームビリーバーを日本語でカバーしたりとかってされておりますから、はい、こちらの、 別にあの清志郎の曲でないといけないってことはないんですけどね、はい、清志郎さんのカバーした曲であれば何でもいいという形になってます、はいはい、そして4月の30日はザ・ダーティードールズの CD リリースツアー、はい、これにあの対バンで出るのがアティックスという三原のバンド、うん、非常に男気あふれるライブ内容になるんじゃないかと思います、はい、そして、ヘビーローテーションでお届けしております5月3日水曜日、注目イベントはですね、東京ナンバーワンソウルディーバの丸、はい、まあ、ご存知ない方多いと思いますけれども、うん、日本でいうとこのスーパーフライであったりとか、うん、ドリームズカムトゥルー、そしてですね海外に渡りますとですねブランニューヘビーズのバックコーラスを務めてた方がいよいよソロでデビューという形になってます、はい、だから歌はもう抜群です。でしょう ね、英語の発音も抜群です、はい、もう本当ネイティブな発音になっておりますけどね、うん、その、バックバンドを務めるのがですね、まあ、エヴァンゲリオンなんかの劇場版エヴァンゲリオンなんかのキーボードを担当している、はい、まあ、ジャズでも非常に有名な方ではありますけれども、うん、クリア誠さん、はい、そして、ベーシストがウッドベースオサム光一さん、はい、このオサム光一さんはですねジャズスタンダードバイブルというですねジャズの本をもう何冊も出されている、うん、日本全国的にジャズのセッションがあるときにはおさむこいちさんの本を皆さんに持たれています。うちのお店にも4冊ほど、すごいシリーズの違うあのキーの違うものがあったりとか、それぐらい大ベストセラーのジャズ本の著者がおさむこいちさん、なかなかおさむこいちさん福山でも聞くことがねそんなにはないですから、まあ、よくあの福山にも来られるんですけれども、ぜひとも来ていただきたいと思います、はいはい、そして5月の6日土曜日は藤原郁恵さんボーカリストの、ライブカルテットのライブでフューチャリングがですね唐口和幸さんトランペット、はい、非常に渋いですねトランペットを吹きになられます、はい、そして5月の7日日曜日アコギマラソンライブ第16走目と、はい、こちらエントリー受付中ですがもう4組ぐらい入ってますから、すごいですね、もう早いですから、ああ、
すぐ締め切りになるんじゃないかと思いますけどね、そして今一番大プッシュしているイベントがですね、5月の13日土曜日に行われるジャズ&ファンク&ポピュラーセッション、はい、こちらボーカリストの方がですねポピュラーソング持ってきていただいても、はい、日本の歌謡曲でも譜面があれば大丈夫です。ジャズの曲ももちろんいきます。ファンクの曲もいきます、はい、まあ、ただ5枚も6枚もなるような譜面だとちょっとセッションなので演奏が難しいんですけども、うん、コピーを1枚譜でこう見れるような、うん、歌詞カードのような小説線の打ったものであれば大丈夫ですか。私のようなジャンルがいっても大丈夫。大丈夫です、はい、いいですね、はい、ぜひとも来ていただきたいと思いますけど、うん、歌っていただいて、はい、演奏していただいて、うん、非常に楽しくやっておりますので、はい、皆様お越しになっていただきたいと思います、はいはい、そして5月の20日21日と今年はですね50回目を迎えるバラ祭り、はい、もう今年も今もういろんな会議があったりとか、うん、もう真っ盛りではございますけれども、ぜひともですね、はい、皆さんバラ祭りの方にも足を運んでいただきたいと思います、はい、今年のローズコンサート5月20日4時スタートのローズコンサートのゲストは吉田山田という、はい、一見聞くとお笑いかと思われるんですけれども、もう国営放送で流れたりとか、2013、4年ぐらいですか、はい、取り上げられたりとかした、うんうん、非常に元気のあるメッセージ力の強い、うん、曲を歌われている、はい、グループになっておりますので、うん、そしてなんとですね明けの星合唱団と、はい、小学校の合唱団とコラボのステージもあります。今年はちょっと内容盛りだくさんになっておりますので、濃いですね、はい、私も楽しみにしております。はい、はい、この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後ご一緒にせーのバイバイ。